皆さんこんにちは、キャンプカニです。先日九州 UL 会をさせていただきました。その後しがっちさんと雨の中自転車で市街地のコインパーキングまで走ったわけなんですが、車をピックアップした後は福岡県の糸島市へ。去年もお世話になったログオさんのお家に行きました。実はその時にログオさんのラジオにも出演させていただいておりますので、ぜひ聞いてください。そしてその後は忘れてはいけないムジナ商店へ。今日はですね、ムジナ商店のお買い物動画になります。ぜひ最後までご覧ください。はい、2階です。いらっしゃいませ。あ、どうも。お久しぶりです。ご無沙汰しております。すごい、1年ぶりに。いやー、疲れましたよ、もう。そっか、これはあの110キロ。やばー。どうもこんにちは、キャンプクニです。本日はですね、九州におります。九州の福岡県、糸島市にいるんですけども、まあ、糸島市といえばですね、こちらムジナ商店でございます。まあ、このアウトドアショップムジナ商店で、今回もお買い物していきたいなと思います。というわけでですね、1年ぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。ムジナ商店のタダさんですね。昨日までトレランの大会で、はい、26時間でしたっけ。26時間走り続けるみたいな、はい、トレランのすごいですね。もうなんか雰囲気ふわっとした感じの方ですが、アウトドアゴリゴリですね。まあ好きです、ね、やられてる方でございます。はい、あと天からもちょっとやったりとか。ちょっとです、ね、ちょっとやったり。始めた、もう超初心者です。ハイキングとトレランとちょっと天からやってみたいな感じのアウトドアスタイルで、楽しんでいる方でございます。今日ちょっとお買い物したいので、ぜひね、よろしくお願いします。じゃあちょっとこの早速、まあお店入ってすぐね、一番目立つところにあるのがこのコーナーなんですけども、来ました。こちらがパーマ&バットンさんのスタッフサックですね。クッカーが入るんですね、このスタッフサック。これは 500ml 系の110缶ぴったり入るサイズのクッカーが入るよっていう感じです。色はこんな感じで3色あります。これ僕今日ちょっとこれ買いたい。あ、早速一番もうちょっと目つけてたんで失礼します。いろいろカラーがあるんですごい迷うんですけど。で、こっちがスタッフサック。これはサコ収納もね、できるスタッフサックですね。後ろ側にマッチが付いてます。そして、こちらですね。これが3種類、4種類か。カラーが4種類あったりとか。チャックの位置がチャックの位置がちょっと違うんですね、はい、これは真ん中がチャックの位置になってるけど、こっちはちょっとね、上にチャックの位置があります。ループがね、たくさんついてますんで、まあ、なんかコースにしたりとかしやすい構造なんですね。ちょうど僕今使ってますね。こんな感じです。後ろこうでっていうのがね、置いてあります。このパーマ&バトンさんのスタッフサックですね。ちゃんに行くとアビトーさん、これ可愛いっすね。これなんか入れてみてもいいですか。あ、大丈夫ですよ。入れるとどうなるのか見てみたいですね。これ形が何型っていうんですか、ね、このちょっとこう下に膨らむ風船みたいな形してますけど、ここにガサゴソッと入れて、あ、スナップボタンが止まる、ね、こんな感じで入れていくとこう膨らむんですね。可愛いですねこれ。フードバッグとして考えられたみたいです。へー、カチンと止めて、うんうんうん、ちょっと見返してもうザクの中にそっと入れて、はい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 、めっちゃ可愛いこれ。いや迷うなこれな。ついこの前ね、ちょっとこう置けるようなバッグを買ったとこなんですよ。なんで、ちょっとねこれ以上散財するとやばいなと思いつつね、このカラーもいいし、これは素材がシルナイロンですかね。そうですね、
吸弁素材、DCF の素材とのタイプとちょっとコーティングされているタイプの生地ですね。これもいいですね。でちょっと気になったんですが、このビビットカラーすごいまた、ね、カラーリング面白いんですけど、少しスカイさんっていうんですかこれ。そうですね、はい、これどこのメーカーさんなんですか。これ福岡のメーカーだ。あ、福岡なんですねこれ。へえ。床に置いてこう、あのワイドマウスな感じでこう使えるような。へえ。でサコッシュにもできるって感じですね。かわいいですね。へー、かわいいですね。スカイさんちょっと今日僕初めて知りました。で、出ましたこのモフマソローさんとこのね、ランタンシェードですかね。ランタンシェードですね。これオアディスウェイですね。オアディスウェイ、オアディスウェイシリーズ。はい、オアディスウェイさんはね、これ去年実は僕買ったんですね。これ ありがとうございます。あ、めっちゃ使ってますこれ。あ、本当ですか。はあ、めちゃくちゃ使ってますね。嬉しいです。ペグケース、すごい、なんだろう、うん、所有欲めちゃくちゃ満たしてくれたペグケースですねすごくいい。そして、まあ、他にもね、スタッフサックス、このなんかピンク色のね、アクセントでコードがねある感じがまた可愛らしくて好きですね。これはあのムジナの色でピンクにしていただいて、うん、あ、そっか、これオリジナルなんですね。そうですね、あのムジナその紐の色とかそうですね、うんうんうん、はい、紐の色がムジナ仕様っていう。そうですね、はい。へー、メーカーはここ、このワディスウェイさんは台湾でしたっけ。いや、これはタイの方です。あ、タイだ、はい、ちょうどこの間、うんうん、彼女と一緒に来られて。あー、はいはいはい、ロゴさんと。そうです、一緒に歩かれてましたね。そうです、言葉通じながら頑張りました、ね、あれ言葉通じなかったんですね。うん、まあ、うん、1割2割ぐらいすごい、でも、ね、仲良くハイキングしてて。そうですね、うん、日本大好きなんですね。めちゃくちゃ好きみたいで。へー。装備も、うん、車と道とか、うんうんうん、日本を代表するブランドも着てたりとか。へー。相当リサーチしてますね。相当、うん、今の言えるシーンをすごく勉強されてて。へー、でもすごいよく勉強されてるおかげか、すっごいセンスありますね。なんか元々革職人って、うん、結構財布とかも作ってて、へー、すごいクオリティ高いですね。はい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 、なるほど。もう縫製、縫製に関してはもうスペシャリストなんですね。ね、サポッシュもめっちゃいい感じですね。結構街が広めでいっぱい入りそうですね、これ。なんか失礼いたします。へえ。あ、これちょっとポケット入っ、あ、爪楊枝入ってないですか。あ、爪楊枝、僕昨日使ってきてサンプルで、そうサンプルって書いてあるね。あ、本当サンプルって書いてあった。下にコード、バンジーコードついてるんですね、これ。なんか衣類とか縛ったりみたいな。あ、あ、サイズちょっと失礼します。わあ、めっちゃ合う。めちゃくちゃ合いますね。うわ、見つけてしまった。次ですね。ちょっと気になってたんですけど、この、はい、ハンカーですね。はい、ハンカーのこのバックパックたちがね。なんかまたすごいデイバッグ系がなんか前より増えたなっていう感じがするんですけど、このハンカーめっちゃ気になってたんですけど、そう、ロゴさん家にこれ置いてあって、はい、で、なんかちょっと僕背負ってみてもいいですか。あ、ちょっと見て、あ、これじゃないか。ロゴさん家にあったのはここに、そう、側にあるんですね、それは。はい、あのトレイルランニング、トレイルランニング、なるほど。バックパックがちょっとロゴさんの自宅で見てすごい気になってたんですけど、これなんか普通にこれトレラン用にはなってて、はい、あれですよね、走る
走れるようになってるんですね、これ。そうですね、こう走ってもブレないような感じで。最近すごい思うんですけど、あんまり動きながら食べたり飲んだりとかしてあんま休憩しないこともあるんで、これいいんじゃないかなと思って。そう、なんかカジュアル、トレラン用にしては結構カジュアルなんで、そのまま街にも降りられそうだなっていうので、ちょっとこれ気になってますね。今このポケットが4つ、これなポケットいっぱいあるんですよ、これ。そうなんですよ、ここに1、これここにフラスク、水のボトル入れて、でここ行動食とか携帯とか入って、であとここにですね、ちょっとちっちゃいポケットがあって、まあ、ゴミとか、また行動食とか小物が入るようになってます。へー、両方で6個ですね。6個、そっか、1、2、3、4、5、6、でここ、そうですね、ここにもポケットがあります。これですね。あ、これだ、ここにこう突っ込める。実はこれ昨日使ってきたんですけど、おお、なんと、そこに行動食入れたスタッフバッグを入れて、あー、ひとまとめにして、そう、ひとまとめにして、そうです、そうです、出して、で、はい、食べて、スパッと入れて、で、一応命綱をこう、カラビナでこういうところに使って落ちても大丈夫みたいな。そう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 、なるほど、っていうね。これはこっちですね、こっちの方を引き出してもらって。あ、そうかそうか、こっちですね。で、そこのクリップに引っ掛けると。なんか、一個でもいけそうだけど。そうですね、全部決めるとより安定感増すような感じですか。そうですね。で、運動量が多いときはもう下の方を外しちゃってますね、僕は。あ、そうすると呼吸したいから、はい、呼吸しやすいんで、はい、これ結構いい気がするな。中にそれめっちゃ似合ってます。横から見たら、あ、本当ですか、横から見たらかっこいい結構。あ、本当だ、うん、今日のかっこいい、かっこいい。ありがとうございます。すごい、うちのお値段も言われない。ああ、まあ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 、それなりにはしますね。なんかなんかいろいろバックパックあると思うんですけど、正さん的に最近こうおすすめのやつってあります？さっきの以外で。一番使うのはこの、一番使うやつこれですね。あ、これ一番使います、はい、まあ、すごいシンプルなバックパックなんですけど、まあ、デイハイクからちょっと軽めにした天白までいける感じですね。すごい、ウエストがないんで、あ、本当だ、ちゃんと軽くしないと、きついんですけど。へ、リッター数はこれはどれぐらいなんですか？37まで、37まで、ポケットなしで37まで。あ、じゃあメインボディ37 で、まあ、ポケットも含めたら結構40以上いけそうですね、これ。なんか全部で、へー、結構入りますね。そうですね、見ると結構入りますよ。普通に細引きっていうか、なんかちょっと面白いですね、このギミック。そうですね、ちょっと珍しいですよね。珍しい。おー、サイズ感いいっすね、確かに40だけど、ちょっとスリムな感じの形状で、日本人合うんじゃないかなっていう感じが。ボトルがここですか？ボトルはですね、実はここからスッとそっち入れられるようになってまして、こういう感じですかね、こう取るみたいなイメージ。そうですね。へー、面白い。でも結構上までね、街というか、そうですね、メッシュあるからポールとかスポーって入れるだけなので。そうですね、バックパックがあって、こんな感じでいろいろエヴァニューのアイテムとか、あとこれね、クレイジークリックのテーブルも置いてます。このなんていうんですかね、加工スタイルのテーブルは他でなかなか見れないんで珍しいなと思うんですけど、いろりですね。いろりって言うんですか、いろり、すごい面白いですね、これ。
なんかグルキャンとかでこれ出したらだいぶ盛り上がりそうなテーブルですね。でこれですね、モフマ来ました、ユークリッドですね。僕もだいぶ今愛用してますけど、まああの軽量な焚き火台ですね。耐荷重が3キロだけどね、これ重量自体が 150g とかそれぐらいなんですよね。そしてテーブルですね、ゴーストテーブルも置いてあるよっていう感じで、これもいいよな。マウントドアだ、これマウントドアですね。のスタッフサック、マウントドアはあのバックパックもありますよね。あ、はい、そこにかかってます。なんかすごい形状がすっきりしてて可愛いなと思ったんですけど、これは日本ですもんね。そうですね、はい、回復のセフリゼンザ70キロの重装で使ってきたんですけど、すごい良かったですね。へ、多少走っても出てくるくらいな感じで。生地はウルトラっていう生地です。あ、ウルトラの生地です。これはエクストパックで、黒だとウルトラなんです。ちょっとこのまま奥の方ウェアとか行きたいんですけど、これブリング、ブリングですね。僕もめちゃくちゃ今愛用してるんですけど、ブリングのウェアがここにあります。ボーダーで山行けるってブリングしか今のところないんじゃないですか。そうですね。なかなかないですよ、ボーダーで山行けるって。すごいよな、表現力上がったなって感じが。そしてアクシーズとか、こっちが、あ、これロゴさんちで見たやつや。木のギア、ギア、木のギア、これですね、木のギア。すごい、これは夏用っすかね。なんかすごい涼しそうな感じですけど、そうですね、うーん、オールシーズン、オールシーズン。ちょっとこれ特徴的なのかな、なんていうの、シースルーじゃないですけど、スケ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 脇の部分がちょっとスケスケな。そうそうそう、ロゴ探してもらった。そう、これめっちゃスケスケなんですね。すごい通気性がいいんですかね、やっぱスケスケの分。脇と深夜たらパーカーがついてるやつね。パーカーのやつは振り切れそうです。あ、そうなんですか。これだけ、これだけです。あー、へー、あ、これってここに入ってたんですか。そうです。ちっちゃくなるんですね、このだけ。すごい、かわいい、パンツみたいに入ってますよ、これ。あ、そうそうそう、あ、そうそう、ブリングのパンツを思い浮かべたんだけど、これですね、パンツみたいに入ってるなっていうぐらいちっちゃくなります。あ、ここだけです。あ、そうだ、あ、そうなんですね、虫のだけなんですよ、これ。ありがとうございます。さすが、ザワディスウェイとハンカーも、ハンカーとキノギアも、はい、ここだけなんですね、無事な商品。ありがとうございます。ロゴさんはもうずっとね、長いですもんね。近いですからね。うん、めっちゃ近所、近所、近所、うん、お家も近所、お家も近所、はい、昨日、去年は一緒にね、あのお酒飲ませていただいてっていう、懐かしい。そして さっきまで僕ロゴさん家で寝てました。ロゴさんとね、サイちゃんにね、お世話になってね。またいつでもコーヒーいただいたし、あとヘッドスパもしていただいたりとか、いろいろね。あとスタンプですね、感動しました、あのスタンプ。ちょっとね、すごい、なんかかっこいいじゃないですか、精度の高いというか、可愛らしいスタンプをね、作っていただいたんで、ちょっとでパッと載せるんですけど、こんな感じでね、スタンプいただきました。あー、ではムジナ商店さんのスタンプも、これ誰が作ったんですか。すっと手すごい楽しい界隈でございます。さらに奥に行って、あ、このパンツさっきすごいかっこよく履かれてましたね。これはロックスですね。ロックスなんですね。ちょっと珍しい河川の。あ、これ河川、はい、ロックスって言ったらボルダリングとか。あ、そうです。ね、ロッククライミング的なイメージがあるんで、はい、なんか面、面のイメージ強いんですけど、これは山でも行ける、ね、ポリエステル、はい、うん、へー、これいいじゃないですか。カラーが今2カラーあります。ちょっとグラデーションが効いてて、普通のパンツとはまたちょっと違う雰囲気が出てますね。
これはまたトレラン色強いなって感じなんですけど、そうです、うん、可愛らしいカラーのパンツ、ま、たこれブリングです。これブリング、はい、これブリングなんですね、はい、こんなんあるんや、っていう感じですね、まあ、トレランのコーナーって感じですかね、ここは。今日皆さん履いて履かれてたこのロトットですね、これがまた、あ、カラー展開こんなにいっぱいあるんですね、これ。へえ。これはどう使うのかというと、ちょっと僕足が大きいんで、はあ、ちょっとギュンってなってるんですけど、あのだいぶ伸びてる。おしゃれ。ああ、おしゃれなことなんですね。わ、いいっすね。結構いいです。機能的にも良い。なんかね、ウエットさを軽減してくれる。ちょっとサラサラっとした感じで履けるよっていう良さがあるんですね。小石を挟んだ時とかも割とこういうところは全然大丈夫だし、若干保護してくれてるっていう、一昨日これで9時歩きましたけど、ねー、すごいっすね、心地よかったです。なんだろう、トータルコーディネートで見てほしいぐらいの、ね、すごい。これこんなに合わせちゃんと、あ、あ、着てたこれちょっと売ってないやつすいません売ってないやつすいません、半袖、半袖、木のギアをうまく合わせた、これ一例でございます、ね、はい、ここがね、特徴的、あ、本当だ、スーッとしてる、こうやって合わせるんや、このね、靴下というか、これ良いです、サンダル用靴下っていうんですかね、でしょうね、カラーが本当に豊富なんで、なんか自分のウェアに合わせて選ぶといいのかなって感じですね。僕がやるとしたら何色がいいですかね。なんか自分で選ぶよりもこの人たちに聞いた方が間違いないんじゃないかなっていう気がしたんです。あ、そう、左と右で素材がちょっと違うんですよ。あ、これとこれ素材がちょっと違うんですね。こっちはコットンよりで、こっちコットンより、こっちは河川。が多かった。こっちの方が若干乾きやすいんですよ。うん、本当だ、パーセンテージがアクリル 75% で、そうですね、こっちはコットン 80% になってる。なるほど、やっぱりこっちの方が似合いそう。へえ、あ、これにしようかな、この辺とか似合いそうね。うわ、お揃いですよ。イエーイ、もうタダさんとお揃いにしようかなと思います。じゃあ買わせていただきます。ありがとうございます。このパーマンドバトンさんのクッカーのスタッフバッグ、そして応急テープですね。これ2セット入ってるんですけど、こんな感じでちっちゃいんで、これ1セット常にね常備しようかなと。これでいざ足痛くなった時も大丈夫。そしてこちらですね、みんなとおそろいロトト、これでサンダルライフがね充実するかなと思います。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。こちらが3点でお会計が、以上で福岡のお買い物終了。いや、充実したいいお買い物でした。いいもの揃えすぎてすごいね悩みましたね。こんなにいいオリジナリティあふれるアイテムを置いてるとこなかなかないなというふうに思うし、おしゃれ番長のログオさんとサイちゃんに見守られながらのチョイスはかなりいい機会だったので、もっと爆買いすべきだったかななんて反省しております。特にハンカーのバックパックのピュミスかな、いまだに悩んでて、フォルムがねすごい魅力的なバックパックでした。うーん、また行きたいっすね。無地な商店タタシさん、連れてきてくれたログオさん、サイちゃん、ありがとうございました。また来ます。ご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録していただけると今後の活動の活力となりますので、どうかよろしくお願いいたします。ミニマルズギアーズでは YouTube やブログで軽量化したキャンプ道具の紹介がメインですが、オートキャンプからバックパックキャンプ、自転車キャンプ、ハイキング、ロングトレイルまで様々なチャレンジをしておりますので、ぜひ見てください。またオンラインショップではオリジナルステッカーとか T シャツ、手ぬぐい、そして僕のお気に入りキャンプ道具をですね販売しておりますので、一度覗いていってくれると嬉しいです。